はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、靴沢亮司でございます。売りなら丸なまさ、丸なら様、邦子様、まさみ様、新寺様、ご支援ありがとうございました。ありがとうございました。政治活動支援させていただきたいと思います。何度も何度もご支援いただいている方もいらっしゃってですね、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴いたします。ありがとうございました。靴沢現在体重がですね、50キロです。170センチ身長ですね。年初、1月ですね、は56キロありまして、なんか徐々に減ってってですね、てっきり老化のせいだと思ってました。順調に老化してんだな、これね。これは枯れていってるのだな。私もいずれ、鶴のようなおじいさんになるのだな。なんて思ってたら、肺がんだったっちゅうことで、手術成功したら、ちょっと太る努力をいたします。あと1週間ぐらいで手術控えておりますんでね。ツイッターやってない方はピンとこないかもしれませんけれども、超勘弁ブログとも言えなくもないですね。140字しか書けない、ブログであると。情報拡散に向いた SNS と、思ってください。東京大学豊橋技術科、技術科学、豊橋技術科学大学、香港、なんて読むんでしょうね、これ白市大学、上司かな、わかんねえな、白市上司大学の国際合同研究グループが調査結果を発表。安倍を含む1億2000万のツイートを調べました。カタカナの安倍ですね。保守系は、ちゃんと漢字で書くんですけどね。結論、リベラル。左翼ですよ。左翼。パのツイートは、保守派に比べ広まらず、穏健な一般層に届いていない。比べですから、ってことは保守派の方がもっと一般層に届いてんだな。ネットの反応です。つまりパの努力は全くの無駄であったと。リベラルは夢みたいなことばっか語ってるから、すぐブロックするから、そりゃうちわだけになるだろう。保守派の方が現実的な話をしている。質問、なんで左翼の人ってカタカナで安倍って書くの？答え、漢字間違えると自分にダメージだから。やっぱ日本人じゃないんだな。安倍も書けないって相当やばくない？安倍を変換するだけでかなりの候補が出てくる。外国人や偏差値低い人には難しい。最近流行ってますね。ケーキを3つに切れない非行少年たちっていうですね。これなんつうんですかね、障害とは言えないまでも、ギリギリ健常者とも言えないまでも、要するに IQ85 以下の方たちのことなんですけどね。そういう専門学校に行くまでもないんだけれども、学年に3人ぐらいはいる、その、IQ 低い人ら、ケーキを3つに切れない非行少年たちと。福島もカタカナで書くよな。あいつら広島も、リベラルっつうかパじゃん、パだよね。たまにヤングな言葉をパクってダダ滑り。なんだっけな、 I'm not 安倍とか書いちゃって大恥書いてたやついましたっけ、小川とかさ、あとノーをノーライフとか書いちゃって、戦争なしにはいられないって意味じゃねえの、それ、言うんですね。あと、なんとかストップとか書いちゃって、それじゃあ、それやめろってことじゃんって、妙に英語使いたがるんですけど、なんか間違ってるっていうですね、笑い物になっている事例がいっぱいありました。スペッチとか書いたりなんかしてね、スピーチのことね、スペッチ。スッペチだったっけな、実際考えてるのは、老人だから仕方ないだろう。こちらに拡散部の講習会がありましてね、こういうようなお題でですね、高齢者が勉強してんですけれどもね、こんな立て札立てちゃって、日本語ですらね、有名な高齢拡散部の画像ですね、金も、考えてるのが、
高齢者なんで、あのヤングな言葉はちょっと英語もちょっと無理がある、高齢でしかもケーキを3つに切れないのかもしれないっていう、左翼のツイートは攻撃的で、あの凶暴で、よく読んでも意味がわからない、結局思考の土台そのものが常人と違うので、一般人は敬遠して見なくなりますわ。私もあの懲罰委員会であの共産党議員とやりやりましたけれども、あの人ら全然話が通じない、思考の土台が違う、脳みその構造が違うとすら思える、全く私と話が噛み合いませんでした。安倍は嘘つきだ、なぜなら安倍は嘘つきだからだ。意味わかんないですね、そんなこと言われてもね。 NHK は安倍の犯罪を隠蔽している、安倍チャンネルに成り下がっている。いや、あの必死に叩いてると思うけどね。議論もせずに横暴だとかもう言うんですけど、あのパがね、審議拒否してんのは野党だよね。このようにあの思考の土台が全く違う星なので、見ても読んでも意味不明であります。私自身はですね、あの救助を守れとか原発は危険とか安倍がつってるあのパ臭いアカウントは見かけたらあのブロックしてます。あの何にも絡まなくても何にも文句言わなくてもブロックしてます。一回ひどい目あったんでね、それはですね、フェミのボクサワっていうですね、豊島区在住の活動家にですね、靴沢はヘイトスピーチしている、これこのようにって、あのツイッターのあの何でもないことを取り上げられて、靴沢を豊島区議会をなんとかしようって陳情出されちゃって、俺以外の議員全員が賛成したっていうひどい目あってますんで、なるべくあのパに私のツイート見せたくない。以前あの連中は私の主張見なくてもいいっす、読まなくてもいいっす、どうせあの脳みその構造違うし思考の土台が違うから理解できねえでしょ。連中は連中で私のあの言葉をね、私もあの意味不明な文章読みたくないし、きっとまああの一般の方もそうなんでしょう。この人と関わりたくないな、ミュートしよっと、だからあの一般人が手が届かないと、今やあのネトウヨ 76% ですし、どこまでが穏健な一般層なんだかも不明であります。ネトウヨ 76% っていうあの私が言う根拠は、韓国政府は信用できない 76% だったからですね。古谷恒平っていうエラ張った物書き員ですけど、そいつの定義によれば、中国韓国朝日新聞が嫌いな人がネトウヨだそうですんでね。記事にわざわざ穏健なって、穏健な一般層には届いてる書いてありますから、まあパは穏健じゃないってことを書きたかったんですね、このあの記事はね。よくわかります。デイリー記事、小泉環境大臣失脚で新政権にレジ袋無料化、まあ元に戻せと。そういうことはあの議員を通しての陳情やSNS 投稿が相次いでいると。こちらの方、現役の、衆院議員なんですけれども、こういうの、話を受けて、環境大臣に、連絡しましたみたいなこと、書いてありますね。ネットなんです。いっぱい買ってくれないんで、コンビニは実は客単価減っている。袋買うの嫌で、両手に持てるしか買わないってことなんですかね、これ。進次郎の選挙区だけ1枚1000円にしろ。これいいっすね。そしたらなんぼなんでも目覚めんじゃねえ、この選挙区の人。ゴミ袋にするんで毎回買っているわ、無料に戻せ、店員とのやり取りがめんどい。なんかね、人と話すのが苦手な人がいまして、ある一定数ね、でこのやり取りめんどくて、無言でやりたいんだって、金の受け渡しも言葉を交わすのが嫌なんだって、人と苦手、そういう人はいまして、こういう人は外にも出なくなっちゃいますよね。でますます引きこもっちゃいますよね。日本が清潔なのはレジ袋のおかげも多かった、大きかった。まあそうなんですよね。レジ袋でですね、公園なんかでゴミ散乱とかあんましなかったですもんね。レジ袋から、ゴミ袋として有効活用されてるんだから全く無駄じゃないだろう。
万引き増えたってな。無料に戻したらそれだけで支持率上がるでしょうね。衆院有利に戦えますけどね。幸いあの今ね、あの小泉進次郎すげえ嫌われてますから、ネットでね。こいつ一人のせいにして小泉のあのせいで独走したんですよ。あっはっは、すぐ元に戻しますつったら、小泉に全責任取らしてですね、自民党は傷つかずに支持率だけを上げることが可能であります。実にいい手だと思うんですけど、自民党の皆さんいかがでしょうか。通達出すだけだから何のこともなかろうね。環境省はですね、もうあの天下り団体作っちゃった、言ったらそんな知られっばーかって言うしかないですよね。例えばあの日本レジ袋協会かなんか作っちゃってー、天下り団体おー、言ったっての知らねえって話。新次郎の選挙区で1枚1000円は賛成です。衆院日程が10月19日から31日になったことについて、野党が猛反発マットレスと、あと猛反発枕っていうのもありますね。C 和夫、解散から投開票まで17日は戦後最も短く大変乱暴で異例だ。そうなの？戦後一番短いの？枝野幸男、どこが話、人の話を聞くだ、説明しようという姿勢はあるのか。これよくわからん。ネットの判断です。遅らせたら遅らせたで文句言うくせに、いつでも受けて立つって言ってなかったか。スピード感があって大変よろしい。脊髄反射で何でも反対でーす。だって任期切れは10月21日だし早くないよ。延期しても1週間か2週間しか伸びないじゃん。任期満了の期日知ってただろうが、ほぼ任期満了選挙なのにバカですか。まあ、あの説明しようという姿勢はあるのか。一体何を、枝野は一体何のこと言ってるんでしょうね。なんかあの説明待ちの事案ありましたっけ。なんか隠してるとか、なんか説明しなくちゃいけないようなことありましたっけ。政府が何でしたっけ。枝野らはですね、あの二重国籍やら舞台女優強姦未遂やら党職員の盗撮やら、いろいろ説明しなくちゃいけないことあるだろう。自分がそうだから、他もそうだって思って、これあの投影って言いますね。心理学用語で投射じゃないの、投影だな。とツッコミ入れてはいけません。枝野がどんなバカなことを言っても、シーカゾがどんなバカなことを言っても突っ込み入れてはいけません。これはあの思考の土台が違う立憲支持者向けの発言ですんで、私ら理解しようと思っても理解できません。無駄です、全然。支持率 3% の言うことなど無視でいいんです。脳みその電気信号がもったいありません。枝野の言葉を考える、読むという行為がですね、脳みその電気信号が無駄です。脳はカロリー消費が激しいんで、余計なことを考えないにしましょうね。これは当然ですね、立憲支持者向け、信者向け、で信者はふんふん、人の話を聞く気があるのかーって、このまんま街頭で喋りますね。仲間内でも喋りますね。テレビでやってたかなんか言いながらね、まったく電車の中で高齢者同士の会話でテレビでやってた NHK です。で、喋ってんの聞く機会の多いことよ、多いことよ。テレビが考えてくれて、人らは考えなくて済むんで楽でしょうがないんでしょうけどね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。